どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーの打開成功率を上げるための5つの行動となります。トライストリンガーを使っていると防衛を徹底してこなすということが求められますよね。難易度の高い武器ですが、攻撃である以上防衛を成功させることは常に重要となってきます。失敗するとそのまま逆転ということも多々ありますからね。そこで今回はトライスプリンガーを使う上で防衛を成功させる確率を上げる行動を紹介したいと思います。もちろん完璧に防衛ができるわけではないですが、勝率を上げる上では意識しておくといいのかなと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。1つ目はスペシャルを使用することです。打開においてはスペシャルはかなり大事な位置づけになると思います。その理由というのも、打開時においては自陣よりということもあり、ポジションが悪くなりがちです。悪いポジションということはメインで攻撃を当てることも難易度が上がってきますので、攻撃を当てること自体が厳しくなってきます。それに比べてスペシャルはエイムに関わらず敵に対して攻撃を一定時間することが可能です。また索敵にもなります。これにより味方との連携をするきっかけにもなりますし、何より索敵の補助にもなります。一時的にポジションを動かすことによってチーム全体の体制を整える機会を作ることができます。また後衛に対して使えば一旦引きますので、味方の前衛が相手の前衛の処理に集中できるという状況も作れます。分断ができるのがいいんですよね。正直メインでのキルはかなり連動がいりますので、安定して連携や敵を動かすのであればスペを使うことが重要かと思います。逆の立場の敵ですが、攻め時でスペシャルを使われると事故が起きやすいんですよね。しかもメインも飛んできたら辛くなってきます。打開の時にスペシャルを使わずにデスが続いて押し込まれることが多ければ、一度スペシャルを使うことをおすすめします。2つ目はデスをしないことです。これはよく言われることですが、詳しく理由を話していきたいと思います。まず1つ目に話したスペシャルをしっかり使うためには塗りポイントを失わないことが求められます。この主な原因がデスとなるわけです。せっかく貯めてもデスをしては時間の無駄になってしまいますからね。また劣勢時においてはスペシャルゲージが自動で溜まりますので、生存しておく方が打開のチャンスを作れます。これは味方にも言えることで、スペシャルを合わせる上では重要な時間となります。打開というと、少しでも相手の前衛を倒すことが大事なので、前に出てしまいますが、デスするだけでリスクが大きくなるんですよね。なので、リードされたとしても、デスしないように我慢し、最小限に抑えれるように動いていきましょう。デスしてしまえば、よりカウントを進んでしまいますからね。カウントを最小に抑えて逆転の機会を作っていきましょう。そのためにもデスをしないっていうことはとても大事なことになってきます。3つ目は味方の対面場所を意識することです。基本的には自分で索敵をする必要がありますが、打開時は速度が求められます。基本的に後衛は視野が広く発見はしやすい方ですが、角度によっては前衛の方が見つけることが早い場合もあります。また打開をするような状況というのは、前衛がどうしてもデスをするリスクが高い時間帯になります。前衛が一人落としても違う敵にキルされたりと、人数的に有利になかなかならなかったりするんですよね。そこで大事になるのが味方の対面場所を意識することになるわけです。先ほど話した1と1の交換の場合ですが、指での相手のカバーを潰せた場合どうなるでしょうか。人数有利になりますよね。このように打開時において味方の対面場所には敵が密集している可能性が高くなっています。そこに素早くカバーを入れることによって、少しでも人数有利から打開を成功させる機会を作ることが重要になってくるわけです。また味方をしっかり見ておくとカバーが速くなるため、生存時間を伸ばすことも可能となります。もちろんこれはキルを取れる前提の話ですが、前衛に合わせて動くことで2対1を作るわけです。弓だけでは打開はかなり厳しいので、味方との連携を取るためにしっかりと対面場所を見ていきましょう。4つ目はキルを取りに行くこととなります。
ここに来てですが、キルを取りに行くのは打開においてとても大事です。キルが取れなければ相手は永遠と攻めてきますからね。数を減らしてしっかり押し返す必要があります。ですがキルという言葉を聞くとメインを頑張れってことかと思われるかもですが、キルする手段なら何でも OK です。要は先に話した3つの方法で数を減らせればいいので、キルをしっかり取りに行くことが大事というところになります。キルを取る方法はいくらでもありますからね。ですがキルを絶対にしないといけない場面というものがあります。それはスパチャンで復帰してきた敵を倒すことです。打開時において一番厄介なのは敵の数が前線で維持されることです。人数が維持されるだけでこちらの打開確率が下がってしまいます。なのでスパチャンが範囲内の場合はしっかりと処理をすることが重要となります。スパチャン狩りは単純なキルですが、相手はスペシャルゲージを失います。スペシャルのテンポが遅くなるんですよね。それだけこちらが有利になっていきますので、可能なら優先して落としておきたいところとなります。ちなみに前衛は手前処理で対処が難しいので、後衛の役目だと思って処理をした方がいいかなと思います。5つ目はポイズンで足止めをするということです。打開時に使うのかと思われるかもですが、視界が悪いマップでは有効となります。打開のシーンを思い出してもらうといいのですが、相手の前衛が生存していた場合、潜伏をして待ち伏せをしていますよね。味方の前衛がクリアリングが甘い場合、そこからさらにキルを取られて押し込まれる原因となってきます。この位置に対してメインを当てることができればかなり強いんですが、それはレンドによって大きく変わると思うんですよね。なんならマップによっては狙いづらいっていうのがあります。あくまで安定してクリアリングを成功させるのであれば、ポイズンで索敵を行うのは有効な手段となります。また敵を処理した後にも有効で、通路などに敵に侵入されたくないポイントに投げておけば一時的に通路を塞ぐことが可能です。侵入してくれば音で味方も気づきますからね。そうなると連携が取りやすくなります。また動きが鈍い相手なら味方もメインでの対処が楽になりますので、ご利用しの相手にも強気にいけるかと思います。幸いポイズンミストの飛距離はメインより短いので、ポイズンが届く範囲は攻撃が可能となっています。索敵がうまくいったり無理やり突っ込んできた相手に対して攻撃ができる範囲になりますので有利に動けます。まずは一時的な人数有利の際に気になるところに索敵として投げていくということをしてもいいかと思います。明らかにいない場合は投げなくてもいいので、そこは短時間でいけばと思います。最後にですが、今回は5つの行動を挙げさせてもらいましたが、個人の経験として打開の確率が上がったように感じます。というよりも安定したように感じますね。順番的には1から5の順番で優先度を決めていますが、スペシャルが本当大事かなと思います。スペシャルによって相手の邪魔を複数人で追い込まれつつ、メインで追い打ちということもできるので、一人の時にもなんとか耐えれるっていうことが多々ありました。ただスペシャルを打てたとしても生存ができなければ打開の成功率は下がってしまうので、スペシャルを打った後も結構大事だなというところでしたね。個人的には以前よりスペシャルを回す立ち回りとギアに変えてはいますが、基本的には攻めと打開時に安定を取るためというところでスペシャルを使っています。安定した動きができれば自然と成功率は上がりますし、勝率は上がってくると思います。まずは自分がしっかりできることをするのが大事かなと思いますので、同じことをしてても負けることはあるのかなと思います。味方との連携ができるかが肝ですので、そこは割り切っていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーの打開成功率を上げるための5つの行動はいかがでしたでしょうか。打開においてはスプラのガチマなら成功率を上げることはとても大事なことだと思います。ですがトライストリンガー自体は連動が必要になるため、難易度は他の武器に比べると高くなると思います。その難易度を理解した上で安定した成功率を得るために何をするべきか考えることが大事かと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。